となしくなった。僕にかかればこんなもの略称。セルシウスといい、オリジンってのはかなり厄介だな。はい、大精霊クラスの力を感じました。ガイアス、ミューゼ、こんな場所で出会うとは意外なこともあるものだな。やっぱりエレンピオスに来ていたのね。ボルトを動かしたのはガイアスでしょう。ガイアスもオリジンの可能性に気づいていたの。可能性、俺はそのようなものの上で民たちを生かすつもりはない。ジュード、俺がオリジンの刺激を試みたのはお前の考えそうなことだったからだ。え？だが無駄だった。到底人に御しきれるものではない。やはりこの世界の陣を一掃するほか術はないようだ。やっぱりそんなこと考えてたのかよ。でもそんなことしたら、イカイロ計画は確実に終わらせられる。異論はあるだろうがな。シェルはどうする？シェルはなくさないわ。ジンがある限りリーゼ・マクシアがエレン・ピオスに蹂躙されてしまう可能性は消えないもの。マクスウェルもあのままにしておくつもりか？弱き者を死なせないのは強き者の義務だ。間違ってるよガイアス。何が間違っているというのだ。シェルを維持し、ジンを全て破壊した後に世界を一つに戻せばいいだろう。ジンをなくせば苦しむ人間が生まれる。その者たちを無視するというのか？苦しむ弱い人間はガイアスが守ってくれるわ。ジュード、ミア、俺の理想がわからぬお前たちではないだろう。どんな理想も人の気持ちを無視して押し付けたら意味ないよ。人が自由に生きるためにジンは必要なんだ。ジュード、お前の言葉は可能性だけを語る恣意的なものに過ぎんぞ。そうかもしれない、でもやめるわけにはいかない。これ以上ここにいるのは無意味です。行きましょう。そのようだな。行ってしまいました。どうしましょう。結局僕は、まだやれることはあるよ。あるはずだよ。ジュード、バラン、バラン、アルフレド、アルフレド、動力が落ちたせいで昇降機が止まったようですね。どうにかしないと。一度下まで降りて助け出す。待って、あれを使おう。どういう意味？お前、まさか。ボルトを刺激する機械獣だ。本気なのですか？可能性はゼロじゃない。やってみなきゃわからない。ギギジジ、力を貸してボルト。動いたよ、すごい柔道。どうも。ダメだ、足りない。お願い、もう少しなんだ。うわ、ジランドの時と同じ反動だ。ジュード、もうよって。まだだよ。見ろ、なぜ一人で無茶をする。ミラがそれを言う。
私たちにだってできることあるんだからね。一人でできないことはみんなで行えばいいのです。勝手ってやつが。それで上がりゃ儲けもんだろ。私たちに任せてください。うんしょー、ありがとう。もう少しだ。意識を集中しろ。いけ。助かったよ。ありがとう。バランサー、この人たちは？みんな、ジンがあっても普通の生活を送るのが難しい人たちなんだ。バラン、ひょっとして、新型ジンの研究結果というのは？うん。ここのみんな、オリジンを使っているんだ。この子たちが、オリジン？かわいいですね。でも、力は微精霊ぐらいに感じます。そりゃそうだ、微精霊のオリジンだからね。意外だな、オリジンがどうやって生まれてるか知らないの？そういや、誰も知らないな。細かい話は面倒だから、誰か他の技術者に聞いてもらうとして、簡単に言うと精霊の化石あるだろ。あれに君たちリーゼマクシアの人がマナを注ぐとオリジンが生まれるんだ。おかしな話だ。あ、そうだよね。ミラだって精霊の化石使ってるもんね。ただし、ブースターが必要になる。ブースターですか？ブースターを使ってマナを注ぎ込むと、精霊の化石に宿っている術自体が実体化する。それがオリジンだ。ジンとどこが違うんだ？術の精度が雲泥の差。昔あった医療ジンテクスぐらいの精度が出るんだ。医療ジンテクスだと？医療ジンテクスじゃ精霊を消費しちゃうからね。それってつまり、オリジンは精霊を殺さないってことですか？まあね、精霊の化石に貯めたマナを使っているから。しかし妙だ、ボルトを刺激するのにあれだけ苦労させられたというのに、ここにいる者たちはオリジンを使うことができているようだぞ。ボルトのような大精霊クラスは別物だよ。どうやら精霊の力が大きくなれば成功率は下がっていくみたいだね。ここの成功率はまだ五分五分かな。でもそれだけあれば、微精霊のオリジンがジンの代わりになる日も来る。そうすればみんなジンを失わない、精霊も死にません。やりました、リポがみんなの助けになりました。僕ってやっぱりすごい。ってことはエレンピオスにも自然が戻るかもしれないのか。だろうな。ありがとうバランさん、この研究のおかげで僕たち。なんでそこまで喜んでるかは知らないけどさ、俺たちだけじゃないよ。君たちがこの研究を守ってくれたんだ。僕たちが？そう、助けてくれなかったらオリジンの研究はきっとついえていた。みんなもいつの日か社会に戻っていける。オリジンの研究もっと必要になるね。目指すべき道が見つかったようだな。またその感じ。バラ、俺たちが現れた場所っていうのを詳しく教えてくれないか。ああもちろん。君たちが倒れていたのはルサル街道を進んだ先だ。ルサル街道へはこの通路を進めば出られるよ。ジュード、これでガイアスも分かってくれるね。もう無理だよ。なんとなく分かるんだ、ガイアスもあれが最後だったんだ。